久しぶりゆい。突然だけどね、私結婚することになったの。それでゆいのことも招待したいんだけどいいかな。もちろんだよ、結婚おめでとうまゆ。それにしても高校の同級生がついに結婚だなんて、大人になるのってあっという間だね。高校時代のクラスメートも何人か呼ぶつもりなの。だからプチ同窓会としても楽しんでちょうだい。うん、当日楽しみにしているね。マユも他の子も久しぶりに会うからすごく楽しみだよ。一応言っておくけど、当日はしっかりマナーを守ってね。いくらユイが母子家庭で常識がなくても恥をかくのは私なんだから。え、せっかく招待してあげるんだもの、私の結婚式を台無しにしたら許さないからね。だからそれまでにしっかりマナーを勉強してきてね。そんなのわざわざ言われなくてもわかってるわよ。本当に来てくれるの嬉しいけど、やっぱり心配だわ。ドレス代わりに高校の制服を着てくるのはやめてよね。お金がなくて大変なのはわかるけど、頑張って結婚式のドレスぐらいは用意しておくのよ。ちょっとさっきから一体何なの。友達を貧乏に扱いしないでよ。私はただ心配してあげているだけよ。貧乏母子家庭生まれだと常識とかマナーもちゃんと知らなさそうだし、相変わらずそうやって私をバカにするんだから。確かに実家は母子家庭だけど、母はちゃんと私を育ててくれた。常識もマナーもちゃんとあるからバカにしないで。だからバカになんてしていないって。むしろ気を使ってるだけだよ。あんたが恥をかかないように特別席だって用意するつもりなんだから。特別席ですって？ええ、貧乏人用の特別席よね。は？実は私の新郎は大企業の役員息子なの。とても裕福でお友達もお金持ちの息子ばかり。だから当日の結婚式はかなり華やかで豪華な式になるのよね。そんなすごい人と結婚するの？そんな豪華な式場の中に貧乏人がいたら絶対に行くわ。だからあんたが恥をかかないようにもう席は決めてあるの。ユイは式場の一番端っこにしておいたから。え、それと食事メニューもちゃんと考えてあるからね。貧乏人は高級料理なんて食べ慣れてないから逆にお腹を壊すかも。だからあんただけ貧乏用の質素なメニューにしておいたから。逆にそこまで考えてもらえて嬉しいわ。友達なんだもの、これぐらい当然よ。私はとても心優しくて配慮のできるいい女なの。式当日は貧乏人の特別席を用意してあげるからね。ありがとう、楽しみにしてるね。ご祝儀も持ってこいよ。これだけあなたのために尽くしているんだもの。お礼の気持ちも込めてそれなりに持ってきなさいよ。いくら貧乏人でも10万ぐらいなら包めるでしょ。友達の結婚式で10万円、相場よりかなり高くない？相場以上の豪華な結婚式をするんだからしょうがないでしょ。それじゃあ今度招待状送っておくね。結婚式当日は絶対に来なさいよ。ゆいちゃん、娘から聞いたわ。舞の結婚式に来てくれるんだってね。とっても嬉しいわ。ありがとね。お久しぶりです、恵子さん。娘さんのご結婚おめでとうございます。うちの母も舞の結婚を聞いてとても喜んでいました。え、社長が？娘の友達が結婚なんて感慨深いわってしみじみとしていました。この若さで立派なお相手を見つけるなんて素晴らしいわ。恵子さんたち、ご両親が手塩にかけて育て上げた賜物ですね。って、そんな、社長にそんな風に言ってもらえるなんて嬉しいわ。きっとうちのパパに伝えたら大喜びね。実は母が舞の結婚式に電報を送りたいと言っているんです。よかったらお送りしてもいいですか？え、わざわざ娘のために送ってくださるの？娘の友達の、そして大事な社員の娘さんの結婚だからお祝いしたいと。ぜひお待ちしておりますって伝えてちょうだい。お世話になっている社長から電報をもらえるなんて私たちもすごく嬉しいわ。それと母が久しぶりに恵子さんとお茶をしたいと言っていました。最近あまり母と会っていなかったようですね。前までは学校の PTA とかで一緒だったからね。おかげでそぎなりにお茶をする機会もあったのよ。でも
子供が卒業するとママ友との交流も一気に減るのよね。それにただでさえ社長はお忙しい方だし、実は今はそんなに忙しくないんですよ。新規事業も落ち着いて今はしっかりお休みを取っているんです。あら、そうなの。じゃあ早速ご連絡してみようかしら。それじゃあ最後になったけど、これからも娘の舞をよろしくね。ゆいちゃんみたいな立派な友達がいて、あの子は幸せ者だわ。どう、ゆい、私の豪華な結婚式を楽しんでいるかしら。ええー、すごく豪華な式で楽しんでいるわ。お色直し中なのに気にかけてくれてありがとう。シャトしてる側なんだからこれくらい当然よ。それで特別席はどうかしら。私があなたのためにわざわざ用意した席なんだけど。そうね、端っこの遠い席から新郎新婦の姿はほとんど見えないし、高校の友達とも離れて私だけテーブルに一人ぼっちだし、私だけコース料理じゃなくて一人前のお惣菜だけど、いろんな意味で特別感はすごくあるかな。貧乏母子家庭にはそれで十分よね。あれ、もしかして闇が通じていないのかな。はっきり言って最悪の席だって言ってるんだけど。はあ、昔から舞は母子家庭の私のことをバカにしていたよね。でも大人になってまで、しかもこんなことまでされると思わなかったよ。こんな嫌がらせをするぐらいなら最初から呼ばなきゃいいのに。そういうわけにもいかないから呼んだんでしょ。高校時代の他の友達も呼ぶんだもの。あんただけ省くわけにはいかないわ。それにうちの両親はなぜか昔からあんたのことを気に入っているし、建前だけでもちゃんと招待してあげないと。露骨の建前すぎるけどね。それにしてもうちの両親はあんたに優しすぎるわよね。貧乏母子家庭でかわいそうだからってしょっちゅうあんたのことを構ってあげていたし。そうだね、前のご両親はとても優しかったよ。うちの母はとても忙しい人だったから私はいつも外食で、それを見かねた恵子さんがおかずのお裾分けをしてくれたり、そういうのもあったわね。しかもあんたは恥ずかしがらずに大喜びで受け取っていて、友達の親から施しを受けるなんて私なら恥ずかしすぎて倒れるわ。施しって？こんな貧乏人にそこまでする価値なんてないのに。まあとりあえず今日は最後まで楽しんで。こんな豪華な結婚式なんて二度と来れないだろうから。ふざけんじゃないわよ。今すぐゆいちゃんには帰っていただくわ。こんな失礼な席に座っている必要なんてないんだから。え、一体あなたって子はお友達にゆいちゃんになんて席を用意したのよ。こんなひどい席にひどい料理の数々、それが来てくれた友達にすることなの。ちょっと待ってよ、あんた急に出てきて一体誰よ。母親に向かってあんたとはどういうことよ。私はあなたをそんな風に育てた覚えはありませんよ。え、 お母さん、なんでお母さんがゆいの LINE に。ちょうどご挨拶に回っていたのよ。ゆいちゃんとは久々に会うからね。そしたらどうなっているのよ、この失礼な席は。本当に信じられないわ。失礼って、ゆいにはそれぐらいで十分でしょ。この会場で一番貧乏人だし、私はゆいが恥をかかないように配慮してあげたのよ。料理だって貧乏な母子家庭にはただのお惣菜で十分だわ。はあ？あんた何を言い出すのよ。ゆいちゃんはこの会場で一番お金持ちの間違いでしょ。は？ゆいが式場で一番のお金持ちですって？そうよ、ゆいちゃんのお母さんは立派に会社経営してるんだから。あんたがいつも通っている大手エステサロン、あそこはゆいちゃんのお母さんの会社なのよ。は？ちょっと待ってよ、あの大手企業ゆいのお母さんが？それってつまりゆいはご令嬢ってこと？そうよ、しかも最近は新しい事業だって始めていてね。パパの職場の会社を買い取ったんだから。何ですって？つまりゆいちゃんのお母さんはパパの上司でもあるのよ。というか雇い主、うちのパパはゆいちゃんのお母さんから給料をもらっているんだから。え？それなのにあんたという子はゆいちゃんになんて態度しているの？しかも聞いたら昔からこんな態度だって言うじゃない。だってこんなのわかるわけないじゃん。よくある母子家庭だと思ってたし、片親家庭なんて経済的に苦しい家庭が多いだろうし、だからゆいのことも貧乏母子家庭だと思うじゃない。それにお母さんだっていろいろ恵んであげていたし。はあ？私がいつゆいちゃんたちに恵んでいたのよ。学生時代にしていたじゃない。わざわざおかずを分けたりとか、時にはお弁当だって作ってあげていたじゃない。
あれはゆいの家が貧乏だからでしょ。貧乏でかわいそうだから恵んであげていたんでしょ。違うわよ、このバカ娘。あれは正式にゆいちゃんのお母さんから依頼されていただけよ。十分すぎるくらいのお金をもらって作ってあげていたんだから。え、ゆいちゃんのお母さんは社長としてとても忙しい人だからね。それでも母親として育児も家事も頑張っていた。でも頑張りすぎて見ていられなかったのよ。だからママ友として協力してあげたかっただけ。そしたらゆいちゃんのお母さんにお仕事として頼まれたのよ。お仕事って、ずっと専業主婦だったけど、ちょうどパートしたかった頃でね。そしたら私に提案してくれたのよ。お給料としてしっかり払うから家事代行をしてくれないかって。それで夜ご飯のおかずやお弁当を作ってあげていただけよ。そうだったの？週末に1週間分の作り置きとお弁当は週2回、それだけで月15万円もいただいていたんだから、あんなに割のいいパートなんてそうそうないわ。そんなにもらっていたの？ちゃんと当時あなたにも説明していたはずなのに。それなのにどうして勘違いなんかしていたのかしら。だって匂いをかばうための嘘だと思っていたんだもん。お母さんはいつもこれも仕事だからって言ってたけど、まさか本当にお給料もらっていると思わなかったし、ゆいに恥をかかせないための嘘だと思ってて、そんなバカみたいな思い込みをずっとしていたのね。そして母子家庭っていうだけでゆいちゃんたちを貧乏人扱い。まゆ、あなたには心底呆れたわ。ゆいちゃんのお母さんはわざわざ電報だって送ってくれたのに。そうなの？ゆいちゃんには今すぐ帰ってもらうわ。このままひどい席に座らせるわけにはいかないし、ご祝儀もお返しして、今度はパパと一緒に謝罪に伺って。あー、もうすでに頭が痛くなってきた。私たちも急帰ろうかしら。え？帰るって何を言い出すのよ。まだ娘の結婚式の途中だよ。こんなひどい結婚式なんている価値がないわ。娘だろうがなんだろうが関係ない。もう帰らせてもらいます。そんな、それじゃあね、私たちは帰るけど、引き続き結婚式を楽しんでちょうだい。本当にお母さんたち帰っちゃった。なんでご令嬢だってことをずっと教えてくれなかったのよ。あんたがしっかり私に教えてくれていればこんなことにはならなかったのに。私はずっと否定していたじゃない、我が家は貧乏じゃないって。なのに聞く耳を持たなかったのは前の方でしょ。はあ、そこははっきり教えなさいよ。ご令嬢だってはっきり言えばよかったのに、中途半端に説明してんじゃないわよ。何も覚えてないの？私小さい頃に何度もお嬢様だよって教えていたわよ。え、そうなの？小学校の頃だったかな。でも前言ったら私を嘘つき扱いしていたじゃない。だからもう説明することも諦めたのよ。そういえばなんかそういうことも言っていたような気がするわ。それに私自身あまり自分でお嬢様だって言いたくなかったからね。私は母親がたまたま社長だっただけ。お金持ち自慢したいわけでもないし、お嬢様扱いされたいわけじゃない。だから早々に舞を説得するのを諦めたんだよね。そんなっていうか結婚式中だよね。私こんなに LINE していて大丈夫なの？全然大丈夫じゃないわよ。もう結婚式は何もかもが最悪よ。式の途中で新婦の両親が帰るなんて前代未聞。すぐに中止になって新郎たちはブチ切れだわ。あら、それに何度両親に連絡しても返信すらないし、これガチで怒ってるよね。ゆいのお母さんは今やうちのお父さんの会社の社長だし、どうしよう、こんなに怒ってる両親見たことないよ。もうどうしようもないから開き直れば。今更全部なかったことにはできないんだし。え、前が私を貧乏に扱いしていたことも、うちの実家は貧乏母子家庭だってバカにしていたことも、私をひどい席に通したことも、全部なかったことにできないもん。今更謝っても私は許すつもりないし、もうどうしようもできないんだよ。謝っても許してくれないの？当然でしょ。それじゃあね、結婚式中止の手続き頑張って。どうしよう、ゆい、ついに新郎の彼にも全部バレちゃったわ。え？両親が途中で帰宅した理由を向こうに説明したみたいでね、それがいろいろと全部バレちゃったのよ。私があんたをバカにしていたこととか、結婚式のひどい席とか料理メニューとか、それで彼が私と離婚したいって言い出しているの。ついに離婚まで発展するなんて、どんどん失うものが増えてくるわね。なんでも彼のお姉さんが最近離婚したみたいでね、子供も引き取って母子家庭なんですって。それでお前の価値観だと俺の姉をバカにするんだろって。そんな嫁は必要ないって。
今時3組に1組は離婚するんだっけ？片親家庭なんてよく聞く話だけど、まさか超身内にいたとはね。どうしよう、どうしよう。何をどう説明しても彼も許してくれないの。お母さんたちは相変わらず怒ってるし、彼は離婚だって言うし、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのよ。こんな目に遭うような言動したからでしょ。え、まだその自覚がないなんて終わっているわね。悪いけど私も縁を切らせてちょうだい。そんな待ってよ。見下していた私と縁を切ろうが、あなたには何も問題ないよね。それじゃあまゆ、元気でね。いつか自分の言動のひどさを自覚できる日が来るといいね。その後すぐにまゆは新郎と離婚することになりました。結婚式費用は全額新郎が出してくれていたようですが、今回のお詫びにまゆがすべてお返しすることに。もちろんご両親は助けてくれず、まゆは貯金も持っていた車もすべて失うことになったそうです。そして今は実家に戻っているそうですが、ご両親は一切会話をしてくれず、まるでまゆなんていないように振る舞っているんだとか。他の友達からも続々と距離を取られているらしく、今は静かに職場と家の往復だけをする日々だと聞いています。噂では SNS の裏垢に、私はセレブ嫁になるはずだったのに、どうしてこうなったの？早く白馬の王子様に迎えに来てほしいなどとつぶやいているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。